ドクター、ドクター、今日2月14日は何の日かわかる？そうそう、バレンタインデーだよね。去年や一昨年、みんながドクターのためにチョコレートを作ってプレゼントしてたのを見て、今年は私がドクターに作ってあげたいなって思って。あ、喜んでもらえるかな。よかった。というわけで、天人家のリンゴちゃんクッキング。はい、今日は私の大好きなリンゴを使ったチョコレートリンゴ飴を作っていきたいと思います。材料はリンゴとチョコレート。え、いつも私が持ってるリンゴを使うのかと思った？もう、あれは大事なリンゴちゃんなんだから。食べられないし、もし食べられちゃったりなんかしたら、私のアーツも使えなくなっちゃうよ。ドクターも知ってるでしょ。冗談ばっかり。それじゃあ早速料理の手順なんだけど、まずこのチョコレートを湯煎にかけて溶かします。そうしたら、その溶かしたチョコレートをリンゴにかけて、チョコレートでコーティング。少し冷やして、チョコレートが固まったら完成。そんなわけで、完成したものが、こちらです。じゃじゃーん！リンゴとチョコレートの相性抜群。とっても美味しいよ。実際にここでやらないのかって？料理番組って大体そういうものじゃないの？確かに全工程は飛ばさないかもしれないけど、まあ結果良ければ全てよしってことで。というわけで、来て来て。はい、ドクター、ハッピーバレンタイン。なんだか照れちゃうね。あ、ちょっと待った。あ、やっぱり恥ずかしいから部屋に持って帰って食べて。またね、ドクター。バイバイ。それじゃあ片付けようかな。お皿はこっちで、あれ、なんでここに真っ赤なリンゴが？これはドクターにあげたチョコレートで使ったはず。あれ、私のリンゴちゃんは？あれ、私のリンゴちゃんがない！もしかして